はい、どうも、ガレージライフの高橋直樹です。本日はタイヤ交換のお話をしたいと思いますけれども、タイヤ交換をするにはタイヤを持ち上げなきゃいけないですよね。そこで使うパンタグラフジャッキについて今日はお話をしたいと思います。パンタグラフジャッキというのは車に搭載されているですね、緊急のジャッキのことでございますが、それを使ってタイヤ交換をされる方っていうのは結構多いんですね。パンタグラフジャッキを使う場合にすごく気をつけなきゃ、結構ね、これ鉄でできてるように見えて案外もろかったり、あとはバランス的にも良くなかったりするんですよ。ということで、今回そのパンタグラフジャッキを使ってタイヤ交換をする方、 DIY でタイヤ交換される方にここは気をつけてもらいたいなということをお話ししたいと思います。で、この気をつけるっていうのはですね、まあ、細かいとこまで行くともうたくさんありすぎて話がまとまらなくなりますので、今回は5つに絞ってお話ししたいと思います。で、早速ですね、作業動画の方を見ていただくわけなんですけども、これは僕自身があえて悪い例をやるわけで、これは決して真似しないようにしてください。車の下敷きになったりという可能性もございますので、あくまでこれは参考にしていただいてですね、ここを踏まえましてぜひご覧ください。パンタグラフジャッキっていうのはですね、ここに溝が切られております。この溝に車のジャッキポイントがですね、サクッとこの溝に収まるように使用しなきゃいけないんですね。なのでこれをですね、こう縦に使用するとすごく危ないんです。こう溝に入らない、ただこの上に乗せる感じっていうのはすごく不安定な状態になります。では実験してみましょう。はい、この車の場合、ここにジャッキポイントがあります。ここですね、この部分にですね、ジャッキの溝を合わせるといった使い方をします。本来でしたらこの部分に先ほどの溝をこのようにかませるといった状態で使うんですけれども、じゃあこれをね、逆にやってみます。こんな感じの状態ですね。はい、じゃあこれで一度ジャッキアップしてみますね。ただこれはあくまで実験なので、皆さん、真似しないようにしてくださいね。タイヤもですね、わずかながら浮いてる状態です。ただこう見ていただけると分かる通り、すごく不安定な状態ですよね。はい、じゃあこの状態でですね、車を少し揺すってみましょう。はい、こんな感じでですね、ジャッキがいきなり外れてしまうんですね。今はタイヤがついてる状態だったんですけど、本当に危ない状態です。次なんですけども、この向きでやるのはいいんですけども、ジャッキポイントじゃないところ、例えばですね、こういった柔らかいところ、こういったところにかけてしまうとどうなるのかというのをやってみたいと思います。はい、この車本来であればここがジャッキポイントなんですけれども、じゃあもっと手前のこの柔らかいところですね、ここです。じゃあちょっとここにかけてみましょうか。ここのジャッキポイントから少し手前のここですね、外から見るとちょうどここのこの柔らかいところです。なんか変なバキッと音がしました。一応ですね、上に上がってることは上がってるんですけれども、すごい音がします。今途中までちょっと上げました。で、どうなったかというと、はい、ここ見てください。せっかくのですね、ドレスアップでついてるこの部品がですね、このように剥がれてきてしまっております。じゃあ下から見てみましょうね、どうなってるか。今下から見た状態なんですけども、本来であればここが正規のジャッキポイントなんですが、今かかってるところがこのプラスチックのところなんです。ということでね、こういうクリップで止まってるところなんかもこれが破損したりですね、あと先ほど見ていただいた通り、ここがね、浮いてきちゃったり。で、もしもっとひどい場合はですね、この上にドアがあります。なのでこのドアに影響してしまって、ドアが閉まらなくなったりとか、閉まりにくくなったりとか、そういった影響もありますし、先ほどのようにこのジャッキがいきなり外れてしまうということもありますので、しっかり説明書を見てですね、適切なジャッキポイントにかけていただくことが必要です。はい、次は傾斜での作業はしないということです。今わざとですね、傾斜の状態を作ってそこにジャッキをかけております。はい、このようにですね、ジャッキが倒れてしまう可能性がありますので、これは絶対やめてください。はい、そして次なんですけども、このタイヤのこのナットです。
ちょっと実験用なのでスクラップ用のタイヤをつけておりますので、少し汚いんですが、まあ、そこはご了承いただいてですね、タイヤ交換ってね結構4本やると重労働なんですよね。ということでですね、タイヤをこうはめたのはいいんですけども、最後にですね増し締めを忘れてしまってこの状態で走ってしまう方もいらっしゃいます。それで走行中にタイヤが外れてしまうというね、こともございます。もしくはタイヤが適正に締まってない、締めたんだけど弱すぎるっていうね、ことがありますので、そうなるとどうなるかと言いますとね、こう走ってる状態でこうだんだん緩んでくるんですね、はい、まず手でグッと締まる状態に今しております。はい、これで、走っていきます。こう走ってたとします。はい、これだけちょっと回転させただけでですね、はい、これだけ緩んでます。もう一回やりますね。ただ手でグッと、もう自分の精一杯の力で、精一杯といっても指の力なんですけども、グッと締めた状態です。これで回します。これだけでもこんなにゆるゆるになってしまうんですよ。ということで、ゆるくなってくると、まあ、極端に言うと、極端でもないですね、こんな状態で走ってるとすぐこうなりますから、はい、こんな状態で走ることになります。でしまいにどうなるかと言いますと、これが完全に外れてしまうわけです。ナットがこんな感じで走っちゃったりするわけです。これはすごく危ないですよね。はい、ということでですね、まあ、適正トルクでしっかり締め付けるということが大事になってきます。適正トルクっていうのはメーカーとか、あと車によってでも違うものですから、トルクレンチ最近はどこのカー用品店とかにも置いておりますので、それを用意して締めていただくと。そして次にその反対なんですけれども、やっぱ外れるのが怖いということで、かなり締め付けちゃう方もいらっしゃいます。こういうものにパイプをかませてですね、グッと、締め付けたり、足で踏んだりしてですね締め付けている方もいらっしゃいますけれども、そうなるとですね、逆にこれが、破損しやすくなります。ここにあったネジがですねボロッと折れてしまうんですね。はい、いかがだったでしょうか。パンタグラフジャッキの用法をしっかり守らないとですね、ああいうことが起きて重大な事故に巻き込まれてしまう場合がありますので、本当に細心の注意を払ってやってください。あと輪止めなんかもしっかりやっていただいて、あとタイヤを外して絶対潜り込まないでくださいね。車に潰されたら本当に大変なことになりますので。でそもそもですね、パンタグラフジャッキっていうのは緊急の際にタイヤの応急処置をするために車に搭載されているものなので、できればですねちょっと小型のガレージジャッキなんかをね用意していただいてやった方が安全に作業できると思います。まあそれでもですね、ガレージジャッキで車を持ち上げてその下に潜り込むっていうのは本当に危険なことですから、それはやめてください。で、ガレージジャッキはまたジャッキアップのポイントが変わってきますので、それはしっかり説明書を見てですね、どこにジャッキポイントがあるのか、これを確認していただければなと思います。はい、ということでタイヤ交換自分で DIY でやる際に、もしパンタグラフジャッキを使って交換される場合はぜひ先ほどの注意点を参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。